真っ暗。この水路をたどっていけば地上にたどり着けるはずだ。本当にこの先が出口なのか。何にも見えねえじゃねえか。慌てるな。燭台に火を灯せば先が見えるようになる。さあ行くぞ。せいぜい遅れないようについてこい。そっちこそ足手まといになんなよ、地震家の兄ちゃん。帰る。ソーサラーリングの使い方は覚えてるな。もちろんさ。これで火をつけることができるんだよね。それだけじゃない。衝撃でスイッチを押すこともできる。忘れるな。もう一つ大事なことを忘れてんぜ。撃つたびにレンズを使ってくんだ。無駄撃ちしてたらあっという間にすっからかんだぞ。本当にこの先が出口につながってるのかね。いまいち信用ならないよね。嫌ならここで別れてもいいぞ。永遠にこの地下水路で迷い続けたければな。なんだよその言い方は。お前ら二人で抜け出せるとは思えないからな。随分な言い草じゃねえかこの。うわ、今のなんだ。ねえロニー、すごいよ。魚の影みたいなのが見えた。もしかして地下水路に潜む巨大魚。うおー、かっこいい。行くか。ああ、やだね。300万ガルドのレンズを手に入れて今頃ウッハウハの予定だったのに、何の因果でこんな地下水路をさまよわなけりゃいけねえんだ。おまけに得体の知れないやつも一緒だしな。こういうのもいいじゃん、なんか冒険っぽくて。それにジューダスだってきっと悪いやつじゃないよ。はあ、なんでそこまで能天気になれるのかね。地下水路を抜けた先から地上に出られるはずだ。ここから抜け出したければ先を急ぐんだ。地下水路は出口まで一本道のはずだ。道なりに進んでいけばすぐに出られるだろう。もっともモンスターに邪魔されなければの話だがな。ネバしたのこれを手で取り払うのは不可能だな。あれ、ソーセラーリングでは火力が足りないようだな。何か燃えるものを持ってくるんだ。待て、何かいるぞ、気をつけろ。ここが出口だ。町の外へとつながっている。しかし思ったより時間がかかったな。まったく、僕一人ならもっと早く出られたもの。はいはい、言ってろよ。ったく、帰る。こんなやつほっといて、とっとと孤児院に戻ろうぜ。あ、うん。どうした？早く戻って旅に出るんじゃなかったのか。ジューダス、本当ありがとう。別に礼を言われる筋合いはない。それでもありがとう、本当に助かったよ。それじゃあね、ジューダス、またどこかで会えるといいね。帰る。何？僕はお前と一緒に、いや、何でもない。英雄になりたければせいぜい頑張ることだ。じゃあな。なんかさ、ジューダスって不思議だよね。不思議？ああいうのは不思議じゃなくて変って言うんだぞ。言い過ぎだよロニー、ジューダスはいい人だよ。自分一人でも脱出できたのに俺たちを連れ出してくれたりさ。それに今だって俺のことを励ましてくれたし。あのな、カイル、あれは皮肉だ、励ましじゃない。そうかな。そんなことより早く孤児院に戻るぞ。すっかり遅くなっちまったから急もうぜ。ジューダスのやつ、なんで仮面なんかつけてたんだろうな。きっとお尋ね者なんだよ。しかもすっごく有名な。
だからああやって顔を隠してたんだ。バカ、あんな仮面してたら余計に目立つだろうが。俺の鋭い分析によるとあれは、あれは相当な、相当な武男だ。ち、レンズ奪ったらすぐ帰るつもりだったのに、ドジ踏んだおかげですっかり遅くなっちまったぜ。母さん、きっとカンカンに怒ってるだろうな。ああ、間違いない。あの美しい顔の眉間にしわ寄ってるとこが目に浮かぶぞ。こりゃ強烈ビンタ3往復は確実だな。問題はその後だよ。旅に出たいってことをちゃんと言わないと。ま、そればっかりはなるようにしかならねえよな。とにかく今はビンタを1往復でも減らしてもらうためにダッシュで個人まで帰ろうぜ。うん、あのビンタ食らったら話する前に気絶しちゃうもんね。ねえロニー、俺たちの最初の冒険っていつ頃だったっけ？最初の冒険？確かお前が5歳の頃じゃなかったか？お前、自分のやったおねしょを宝の地図だって言い張って、しまいには絶対その宝を見つけてやるって俺たちを連れ回してよ。いや、そんなことまだ覚えてたの？忘れるかよ。お前の嘘に付き合わされてどれだけ穴を掘らされたと思ってんだ。あの子と会ったのは絶対運命だって。運命も何も全然相手にされてなかったじゃねえか。あれはあの子なりの励ましだったんだよ。まだ英雄じゃないから頑張って英雄になってねって。ジューダスの皮肉といい、お前よくもまあそんな都合よく解釈できるな。父さんがソーディアンのディムロスと出会って英雄になったみたいに、あの子に出会ったことが俺の英雄への第一歩なんだよ、絶対。なあカイル、なんか思い出さねえか、この帰り道。あの時だろ、迷子の猫探しに行ってそのまま迷子になった時。二人して夜中遅くになんとか個人までたどり着いて、喜んで玄関のドアを開けた途端、母さんの往復ビンタが飛んできて。あのビンタは一生忘れられねえだろうな。こんなにも俺のことを心配してくれる人がいるんだって、そう思ったら涙が止まらなかったもんな。俺がいなくなったらチビたちきっと寂しがるだろうな。そうだな。俺がいなくてもあいつらちゃんとやっていけるかな。なに、心配いらねえさ。なんでそんな断言できるんだよ。俺も孤児院を出るとき同じことを思ってた。あのカイルに任せて本当に大丈夫なのかってな。なんだよ、失礼だな。俺はちゃんとやってたじゃないか。ああそうだ、お前はしっかりやってたよ。だからあいつらだってうまくやっていける。そうだろ。そっか、うん、そうだな。やばいよ、こんな遅くなっちゃった。早く孤児院に帰らないと。ダリルシェイドからだとクレスタは東の方角になる。南の山を回り込んでいくんだ。わかった、急ごう。ルーティーさん、まだ起きてるみたいだな。どうするカエル、旅に出る話言いづらかったら俺が代わりに。ダメだよロニー、俺自分で言うよ。そうじゃないといけないと思うんだ。そうだな、すまねえ。よし、それじゃ行くか。思いっきり自分の気持ちをルーティーさんにぶつけてみろよ。それともお前の思いは打ち明けることもできねえほどちっぽけなもんなのか。そんなことあるかよ。ただちょっと緊張してるだけだ。緊張ってからかよ。いいからほれ、さっさと行ってこい。